日本神奈川県に横浜市金沢区、泥亀泥亀は、神奈川県横浜市金沢区の町名。現行行政地名は泥亀1丁目及び泥亀2丁目。住居表示実施済み区域。町の中央を南北に走る、国道16号泥亀バイパス沿いに栄え、金沢区総合庁舎、警察署、消防署、郵便局、図書館などの観光所や、京急サニーマート、 ユニオンセンター、イオン金沢八景店などの商業施設が立ち並ぶ。京急金沢文庫駅と金沢八景駅の間に、位置し、国道16号を挟み西側が1丁目、東側が2丁目となっている。北は、谷津町、西は大川、南は瀬戸東は、金沢町、寺前、町屋町、須崎町に隣接する。西端を京急本線が走り、 北隣の谷津町にある金沢文庫駅と南隣の瀬戸にある金沢八景駅が利用できる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば泥亀1から10から19の地点で24万6千円平方メートルとなっている。面積は以下の通りである。十七世紀に長島遊迫による開拓が行われるまでは 平方湾から続く入り江であったが後に埋め立てられ、現在は区役所や金沢警察署、商業施設などが立地し、金沢区の行政、商業の中心となっている。町名はこの地を開拓した長島誘博の画号にちなむ。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。